こんにちは。心と体のセルフケアアドバイザー、智子先生と有沙先生です。皆さん、すべての出来事は最高でベストなタイミングで起こるってこと知ってますか？不運な出来事があった人、まだその渦中にいる人はすべて最高なんて信じられないかもしれません。ですが、ぜひ一度今からお話しするインドの王様と家臣のお話を聞いてほしいなと思ってシェアいたします。この話から気づきを得て、あなたの人生が変わるきっかけになればいいなと思っています。インドの王様と家臣アシュタバクラの全ては最高でございますというお話。昔インドにジャナカ王という王様とその家臣アシュタバクラというものがおりました。その男は王様から、これについてお前はどう思う？と聞かれると、いつも決まって、起こることは全て最高でございますと答えていました。王様はそんな彼を可愛がり信頼して、いつもそばに置いていました。ですが、やがて他の家臣たちがアシュタバクラに嫉妬するようになります。ある日、王様が手に怪我をしたことを利用し、アシュタバクラを罠にはめようとします。その意地悪な家臣たちはアシュタバクラに、王様が怪我をされたことをどう思う？と聞いてきたのです。これに対しても彼は、起こることは全て最高でございますと答えました。そのことをすぐに家臣たちは王様に告げ口をしました。王様、アシュタバクラは王様の怪我のことを最高と言っています。怒った王様はアシュタバクラを牢屋に入れてしまいます。そしてその日は狩りの日だったので、王様は狩りに出かけます。一人で森の奥深くにまで入り込んでしまった王様は、人食い部族に捕まってしまいます。なんとその部族は儀式の時に人を生贄として火炙りにする習慣を持っていました。死を覚悟した王様ですが、しかし火炙りの直前、彼らは王様の手に怪我があることに気づきます。傷者は生贄にすることができないので、王様は放免され無事に帰ってくることができました。王様はすぐにアシュタバクラを牢から出して謝りました。お前の言う通り、私の手に怪我をしたことは最高の出来事であった。どうすればお前に償うことができるだろうか。アシュタバクラは言いました。もしも私を牢屋に入れてくださらなかったら、私はいつも狩りでは王様のそばを離れないので、一緒に捕まっていたことでしょう。そして怪我をしていない私は生贄になっていたことでしょう。だから私は牢屋に入れていただいて最高だったのです。それを聞いて王様は悟ります。人生で起きることは本当に全て最高なのだと。インドの王様と家臣アシュタバクラのお話、いかがだったでしょうか。私はこの話を読んでから、人生で起きることは全て最高というマインドセットができるようになり、毎日のどんな出来事にもワクワクして過ごすことができています。またあなたの経験を思い返してこの話に当てはめてみると、違った気づきを得られるかもしれませんね。失敗したり不運な出来事があったりした時など、私たちはネガティブな感情にとらわれがちです。ですが、そのネガティブな感情に浸っているだけ、不運な出来事に対しても辛い気持ちを感じただけ、そのままにしておくと心と体の健康に悪影響があるだけで、何もいいことはありませんよね。ネガティブな感情が悪いと言ってるわけではなく、ポジティブになれと言ってるわけでもないんです。誰だって気分が落ち込むこともあれば、泣きたくなることもあります。ただその感情に
ずっととらわれるのではなく、全ての出来事は自分の成長のために起こった最高のイベントなんだということに気づいてほしいのです。一見失敗や不運な出来事と思えることは、あなたがより素晴らしい人生を送るために起きたことなんです。しかもそれはあなたにとってベストなタイミングでやってくるんです。同じような話が中国のことわざにもあります。聞いたことがある方もいらっしゃるとは思いますが、採用が馬ということわざです。人生における幸不幸は予測できないものなので、一喜一憂するものではないという意味があります。このことわざにもストーリーがあって、ぜひネット上で検索して読んでみて理解を深めてみてくださいね。明日枕のお話と採用が馬のお話のように、起きることをそのまま受けて一喜一憂するのではなく、全ての出来事が自分の人生がより良いものになるために起きているのだと気づくことができれば、ストレスを溜め込むこともなくなってくるんじゃないでしょうか。本日のお話が皆さんにとっても何か良いきっかけになると嬉しいです。何が起きても人生に起きることは全て最高なのだという思考を胸に持って、人生をより素敵なものにしていきましょう。ここで一つお知らせです。実は私たちはアロマをもっと深く学びたい人に向けて、2021年1月中旬に AEAJ のアロマテラピーインストラクター養成オンライン講座を開講予定です。このオンライン講座は私たちが教える授業もあれば、動画でいつでも学べるコンテンツがついていたり、お得な特典もいっぱいです。資格はいらないけどアロマのことはもっと深く学びたいという方にもぴったりなんです。詳しく知りたい方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご参照ください。私たちはこれからも自然療法の話や心と体の健康に役立つ情報を発信していきます。この動画がいいねと思ってくださったら高評価を、また心と体のセルフケアアイスを気に入っていただけましたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。